日本の土地を守りたいです。どう法律にして、どう政策にするかで、なんとかせなあかん、なんとか守らなあかんやろ。日本の土地はちゃんと日本で守りたい。大谷百合子の一言言いたい。とにかく私は日本の土地を守りたい、それだけ。もう本当にそれだけで、やっぱりこうやって地方創生とかの仕事をしてたら、何べんもみたいにも北海道の土地がね、四国と同じだけの大きさが買われてる、ね、そしてもう九州に行ったら離島問題です。人が住んでなくても定期航路をやめたら、もういつ外国の人が住んでるかわからない、ね、一部の中にはね、そんないらん土地も別に海外に行ってもええやんっていうのがあるけども、いや違うやろと。私はやっぱり日本の土地をしっかり守りたいし、そんなね海外の人にね、ガン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 土地買われる国なんてね、そんなん今日本ぐらいですよ。だから私はやっぱりちゃんとそこは法規制で守りたいっていうのはあんねんけども、これはあくまでも私は見てきた現状と感情論で、これをどう法律にしてどう政策にするかっていうのはやっぱり政治家の仕事でものすごく大事なことになってくる。でその中でやはりよく言われてるのは、日本の法人とか日本人をダミーにして、例えば対馬とか奄美なんかも買われてる。で現状として日本のねホテルなんかもね、海外に買われてるの私はもうリアルに見てるだけです。でなんとかせなあかん、なんとか守らなあかんやろと思ってる感情だけなんですけれども、ここを国民民主党の大塚耕平さんがちゃんと代表質問で話してます。もうこれだけ言うとね、皆さんきっとあかん、難しいねみたい。そうなんです、難しいんです。これを、まあ、私なりの解釈で簡単に言います。間違ってたらごめんなさいっていうね、私なりに思ってるのはね、まあ、大塚耕平さんが言ってるのはね、重要土地調査法っていう法律があると。これもっと詳しく知りたい方はネットで聞いてください。もう詳しく書いてます。本当に何言ってるかわからへんみたいなね。でも多分私たち会社に、ね、大塚さんの話でいくと、その今海外の人たちはいろんな目的で日本の土地を買ってると、うんね、それは営利目的であったり投機目的と、もう一つ資産隠しにも使ってるんじゃないか、こういうことをピッチし管理していかなきゃいけないんじゃないかっていうことを多分おっしゃってるんだ。でその中で、まあ、大塚さんが、大塚耕平議員が言ってるのはね、この特定秘密保護法はどうなってるんだ、それから国家安全保障局はどんな対応してるんだ、これを言い出すと特定秘密保護法も詳しく調べなあかんし、国家安全保障局、何が言いたいかって、こんな風になんか国民にどん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 分かりにくい法律となんか組織があって分かりにくくしてる。もっと私はね簡単に言ってほしいと思うんです、うん、日本の土地みんなに買われてと思うかどうか、ええと思う人この人入れろ選挙にと、ね、土地こんな買われたらあかんと思う人はこの人に選挙入れろって言ってくれた方が分かりやすくないですか。だから私は言いますよ、私はもう海外に土地ガンガン売るのは反対です。これをちゃんと守る法律を作るべきや、私は言いたい。ただしなんです、一部の野党さんはどこかと言いました、一部の野党さんはそういうことをすると私権制限に当たると言ってるんですよね。どこの野党ははっきり言え、私は言いたいんですけど、ね、どこの野党が私権制限、ね、でこれは何でかっていうと、まあ、一応ね2021年の6月16日に土地規制法っていう法律ができたんですよね。これは何かって言ったら、重要施設、原発とかね、その重要施設の1キロ圏の中はちゃんと誰が買ったかとかね、誰が持ってるかとかね、むやみに買えないようにしろとかね、注視区域って言いました、注意して見る区域で注視区域っていうね、これをちゃんと制限していこう。ただこれは国民民主党はもうずっと玉木代表が言ってたんですね、そのこんなむやみ土地買われたらあかんと、そしてそれをちゃんと規制する法律が必要なんだっていうのはもうずっと玉木雄一郎議員
め、あの国民民主党議員がずっと言ってきた。ただし先ほど一部の野党は私権制限なんで、もうほんまこの一部の野党は誰か私もすごく知りたいんですけれども、ね、一部の野党は私権制限やからこの、ね、土地規制法に文句言ってるそうなんですけれども、私自身は本当に自分の言葉で言うと、やはり日本の土地は私は日本の土地だと思うし、むやみやたらに外国の人に買われちゃダメだと思う。ただし私は思うんですけれども、制限をつけて一定期間貸すっていうのはありかもしれないな。例えば一戸建ての家を10年間、例えば中国の人がここ10年間借りたいとかって言ったら、それは私はあってもいいんじゃないかな。でその間だけね、なんかそういう権利もついてくるよみたいなのはあってもいいんじゃないかなと私は思ってます。まあ、本当にこの土地問題っていうのはいろんな法律が絡んでくるし、まして憲法まで絡んでくるんですね。そうでしょ、私権制限とかと憲法とかも絡んでくるんで、簡単にいかない話かもしれないんですけれども、自分の土地を自分の国を自分が守らなかった誰が守るんですかって私は言いたいんですよね。やっぱり日本は日本のもんやろうと、逆に言ったら中国は中国のもんだし、韓国は韓国のもんでね、私は逆もやったら、だから私はね、この日本のことだけ言うんじゃなくって、私はあの時反対して、なんで日本がハワイの土地ガンガン買うねんと、なんでよその国の土地買うねん、それは違うやろうと、逆されたら嫌な気持ちになるやろうって、私は思ってました、そのね。だから今逆されてるわけじゃないですか。だからやっぱり私は、どこの土地がどこの国のものかって、海域もそうです。ね、どこまでがね、その国のものかっていうのははっきりさ、やっぱり海域と土地も大事、離島ね、誰も住まないねんからもう海外にあげてもええやんってみんな思うかもしれない。でも違うんです、海域には漁業権まであるんですよね。だからそのまあ私はちょっとそれはどこかわからないんですけれども、私の友人がオークンって言うんですけれども、ヘリコプターの会社にいます。ヘリコプターの会社で何してんのって言ったら、へえと思って、その国境の境目に岩とかがなってるらしい。ここの岩がこの海域の境目で、この岩が基準になってるところが、今だん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 温暖化でこう岩がこう海の中に沈んでいく、これやばいっていうので、なんかヘリコプターで一生懸命石運んで、このその岩をね、そこを土地守らなあかんって、それが海の中に沈んでしまったら海域の権利がなくなる、そんな仕事もあるどんかっていうのを、あの王君に教えていただいたんですけれども、そうやって一生懸命国防を守ってる人たちがいるんだなっていうのも私たちは知らなきゃいけないな。こんな土地も誰も住めへんからいらんやんじゃあかんねんと、どこまでが日本で、どの土地が日本で、逆にどの土地が韓国で、どの土地が中国でね、どの土地がマレーシアでって、こういうのもすごく私は大事なことだなと思っています。とにかく私は日本の土地はちゃんと日本で守りたい。私は政治家の仕事っていうのは国と産業と人を守ることだと思ってますって言ったらね、なんか順番が違うんちゃうんかっていうから、一応言うときます、人と産業と国を守ることだと思っております。私はこの3つとっても大事だと思っています。何かご意見のある方は国民うさぎまでよろしくお願いします。長い耳で聞かせていただきます。